なんか来た。なんか来た。東京うなぎ生活やれんのか。やれるよ。明日もうなぎでしょ。お願いします。よし、ミミズを。またいつもの熊太郎ですね。適当な強めの竿に今日重りは6号？今日は6号です。流されちゃうかどうなのか。うん、満月大潮だからね、ちょっと流れが速いコンディションいかがなものか。行きはいいですね。今日も行きはいいよ。投げるぜ。この前ちょっとそっち目からのキャストに好反応だったよな。結局どこに落ちてるかわからないから、うん、そんな関係ない。そんな飛んでない。ナイスキャッツ来るよ。オッケー、オッケー。鈴を。おおしゃれな鈴使ってますね。海外製のいいやつだな。ハワイのガロンガロンなるやつじゃない。いいやつだ。これなってほしいな。これなってほしいね。これカロンカロンなってほしいな。OK でございます。おおお、なんかすごい今日も魚の雰囲気ムンムン。ません。いやでも。何なんか気配あんじゃん。なんか竿先振る。行ってみようか。行ってみ。よしよし、行け行け行け。レッツゴーレッツゴー。所作が大事。落ち着いて落ち着いて。ドラグを閉めて。フィッシュでいる。いやわかんない。聞かないからさ。あ、最後まで油断できないよ。いない。あんだけ言っていない。もっと待たないといけなかった。あれ、うなぎだ。よしよしよし、あげろあげろあげろ。メソメソ。今日もメソ。うなぎがいいね。イエーイ。おめでとう。ありがとうございます。おっす。じゃあ俺も始めてきます。今日は。この前ね、ちょっとあの竿先がちょっと入る方がいいのかなと思って、アピアのこれね、穂先が微妙に入るから、ミミズつけて、俺はね10号の重りにしてます。はい、よっしゃ、いっちゃおうかな。オッケー。鈴が鳴くのを待つのがたまらない。で、結構うなぎすげえパワフルな時あるから、ドラグはちょっと緩めで、あともう一本はサイドワインダーサイドワインダーにツインパワーの組み合わせで、で、重りは10号の重りで、重りの重さは合わしといた方が、こう、竿をいっぱい出すときとかに同じように流れていくから、そんな絡まりが少ないのかなと思って、あっち10号、こっち10号。ただ、あっちは11号の針で、こっちは13号の針。ちょっとね、針の大きさだけ変えてみております。じゃあ、やってます。頑張ります。はい。やってるよ。ほらほらほら。なんかリンリンなってる。キャッチ。行くよ。あ、ダメだ。しゃぶっただけだった。いや、一応ぐるぐる巻いてみ。いや、もう抜けたいじゃん。一回回収。あ、こっち。一回回収。おお、こっちも来た。
2号位今日2号位でかなこれ嬉しいけど、いやなっただけでもね、まあ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 、まあ、まあ、偉いからね、ありがとうございますってことで、ありがとう2号位おい、いやビビったねこれドキドキだね、よし頑張ろう頑張ろう、回しといて、来たよ、遅かったか、終わっちゃったか、いやなんか一応もうね一発いったの、いや最後までいる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 、俺なんでこ、じゃあとりあえずは釣れたんで、ナマズがキンキンの生かしていただきます、いやーいいね、ちょっと今日は運転しないでいいんでいただきます、これでしょう、夜のうなぎといえばこれでしょう、ね、非常に安全には留意して飲んでますんでね、イエーイ、なんか今お辞儀してたんだけどね、ちゃう、やってたよね、なんかやってたよね、やってたんだよね、ダメだね、一瞬しゃぶっただけか、いや触ってたよ絶対に、あんな動かないでしょ、待ちますか いやこれで焦って ないねもうちょい焦らないで待ってりゃ半分は食われてたからさ、タックル説明です、ナイトホークにリールはシマノのミラベル、おラインはハードブル 0.65 にリーダーをつけて、重りは15で、三越うなぎの13番の針、このセッティングでやってみております、なんか引き出してってるんだけど、なんか来たよおなんだなんだ、ちょっとドラグをどうだろう、気が尋常じゃないんだけど、なんだろうな、これはなんだ、これなんだろう、気が尋常じゃないんだよ、2号位、生ブート来て、青物じゃないこれ、青物来た、ついに、うん、走り方がなんだなんだなんだ、全然寄ってこない、おお走ろう走ろう走ろう、
うわバレないで魚の魚種だけ見たい。うなぎじゃね、うなぎじゃね、うなぎじゃね、やったこれはいいサイズじゃない、ほらこれはおーでっか、おー手が痛い痛い痛い、手がやられます、いやあ君はナイスだ、ナイスです、イエーイこいつ言わらしたくねえな、ちょっとほどいてほしい、もうでかいね、これなんか取れたかな、取れたっぽい、よっしゃー、やったー、やったうなぎが食えるぞいい走りだったねすげえ走ったナイスナイスありがとう、チリチリ言ってんだよな、ちょっと聞いとこうか、なんかはいるよ、なんかいる、うん、ええ、ビッグ2号、レッツゴー、まあまあでかいまあまあでかい、ね、そんなでかいじゃん、もうビッグ2号どういうこと一切ならなかったよね、一切ならなかったビッグ2号ゲットです、静かにファイトが始まってた、おかしいだろどう、あ多分乗った、よっしゃ、わかんないなこれ。あいるね。いる？多分いる。来たんじゃないんですか。これは多分来たと思うよ。レッツゴー。レッツゴー。二号。二号。あんだけ待って。二号。まあ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 。まあ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 。まあ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 、まあ。中入りを夜中入りだってあんまり早く巻きすぎると外れちゃうのかなっていうことで、あ遅く巻いても途中の石に引っかかる可能性あるから、まだついてる、まだついてる、まだいるね、おおおお、何でしょうか、うな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 でした、丸まったローリングうな、ローリングうな、リベンジ成功、おう行くよ、なんか来た、なんか来た、おなんか来たよ、あんまりゴリ巻きするとおーおー、ついてるついてる、おなんかいるよ、うなぎでしょ、ちょっとね、ハイギアだからね、あれここら辺で不安になる、うん、どう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 、潮の動き出しでどこまで行った、まだ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 か、ピクついてるピクついてる、潮が動き出したら急に竿が振り込んだよ、いやー魚何かだけは見たいよね、うん、バラしたくない、これバラしたくないんだよね、どんだけ遠く飛ばしたのかな、ハードブル 0.65 だからかなりカットんじゃってますよ、さあ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 、
お、うなぎだ、たぶんうなぎ、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 行くよ、行くよ、行くよ、うれしい、いいサイズ、いいサイズ、いいサイズ、ほらやったぎだ、これこれいいサイズよ、やった、わー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 、うなちゃん、うなちゃん、江戸前のうなぎを輸送中です。結構ね、いいサイズも反応してくれたりしてね、メソはね、ちょっと買おうかなって感じで連れて帰っております。ほんとね、お気軽お手軽な感じで狙いちゃうターゲットなんで、しかも超高級魚、皆さんも東京うなぎ、江戸前のうなぎを狙ってみてはいかがでしょうか。それではまた会おうぜ。